スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送はスモールさんインターネットラジオゼミ埼玉。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。昨年に続いて4回目ですね、はい、スモールさん、はい、ゼミ埼玉からお送りします。今日コーディネーターをさせていただきます。プルデンシャル生命の秋葉瑞希と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はテーマとしては仕事の難しさ面白さについて、そしてそこから学んだことなんてことで話していければと思いますが、まずは簡単に自己紹介から順々にしていきたいと思います、はいはい。私、プルデンシャル生命の秋葉。プルデンシャル生命という会社は世界最大級の金融サービス機関のプルデンシャルフィナンシャルの一員として日本では28年前からやってますということ、はい。グループとしては外資系生命保険会社では、まあ、一番です。新契約高が一番ですとか。そうですね。保険業界で新契約高に2番ですね。すごいですね。保険業界で保有契約高、まあ、持ってる保有は5位ですよとかっていうのが、まあ、会社内に出てますということで、で、まあ、個人的には我々プルデンシャル生命の営業ってことは個人事業主ということでさせてもらっているので、オーナー経営者の相続事業承継のお手伝いをとか、場合によっては税理士や弁護士の司法の先生と連携して問題解決を目指してやってますし、あとは自分としてはその生命保険を単なる営業職というよりは営業専門職として、まあ、人が憧れる職業になるように今努力しているという感じです。素晴らしいですね。以上です。ありがとうございます。続いて石井さん、はい、いいですか。お願いします。はい、皆さんこんにちは。私は東洋アルミ株式会社代表取締役の石井良平と申します。はい、本日は生まれて初めてスモールさんゼミ埼玉インターネットラジオに参加させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。私は生まれも育ちも埼玉浦和です。昭和49年立教大学法律学部法律学科卒業で、学部は違いますがゼミの山口教授と同期のようですね。はい、これも何かのご縁かなと思っております。よろしくお願いします。現在63歳辰年です。趣味はゴルフ、旅行、スポーツ、ジムです。今体を鍛えるために水泳の特訓中で、やっとクロールが20メーターまで泳げるところまで来ました。若いですね。いやなかなかうまくいかなくて困ってるんですけど。いやいやいや。続きまして弊社の会社概況ですが、本社は埼玉県浦和に置き、工場は福島県の白川でございます。アルミ缶の材料を製造する会社でございます。はい、創業は昭和44年9月で、当初は埼玉県の浦和にて工場を新設スタートしました。営業内容はアルミ合金管の材料製造販売、特にカメラ用交換レンズ周りの材料を製造しております。月産150トン小ロット単納機多品種をモットーにしている会社でございます。アルミ合金の主だった材料は A の502、 A の5056 という材料を使い、はい、加工性、メッキ性、耐食性に優れた合金です。アルミ缶棒のご用命があれば1本から即納させていただきますので、ぜひ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。専門的です ね。いやいや大したことじゃないですけど、フットワークがすごくいい。これ昭和44年9月の創業とおっしゃってましたね。はい、46周年ですか今月。再度ございますね。すごいですね。いやまあなかなかいろいろございましたけどまあ親父が一応作ってくれた会社で2代目なんですけど、はい、まあ私は親父に感謝してるつもりでございます。はい、苦労は多いですけど
やはり仕事は楽しいと思います。 ありがとうございます。なんか影響を受けた人もお父さんと。そうですね、やはりまあ父ですね。はい、石井さんが2代目として会社を継がれてから何年くらいなんですか。私は社長になったのが33歳の時で、まあ、社長歴としてはまあ30年とそういう格好になるわけですけど、まあなかなか若気の至りでいろんなことをやってまいりましたけど。あれなんで33歳若いですね。若い時に引き継がれてなんか、まあ、うちの親父は非常にまあ何ていうか大物っていいますかね、もうともかく若いうちから苦労させた方がいいだろうってことで、いきなりこういう話を受けちゃいましたね。でもまあ当時はまあなんて今みたいな時代と違って仕事が湧いてきてる時代でしたからね。ですからなんとか頑張れば、体力さえあればなんとか仕事になって生き延びられたという時代。我々そういう経験したことないですね。そうですか。ご計算はもちろんあるでしょうけどね。ああいや、そんなことなく本当にそういう時代でしたね。それがまあ本当に、オイルショック、リーマンショックと世の中大きく変化しているような気がしますね。そうですね、本当にね、本当にまあ難しいもんですわ本当に。そうですか。じゃあこの後ね、あのいろいろとお話を伺っていければと思っています。いやいや、まあ、足りませんが、はい、どうぞよろしくお願いします。私も楽しみによろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては私の後輩のくじらい君。はい、はい、お願いします。はい、プルデンシャル生命保険のくじらい高木と申します。はい、秋葉さんの後輩でして、ですからあの会社の概要は先ほど秋葉さんが紹介した通りなので私からは割愛させていただこうと思います。はい、年齢は昭和50年生まれの40歳です。埼玉県の熊谷市に生まれて熊谷市で育って、もう生粋の埼玉っ子という感じで頑張ってます。はい、で家族構成は妻と娘が2人います。はい、今日この収録日9月3日なんですけど、はい、うちの長女の誕生日です。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。お嬢さんいくつ。上の子が17歳になりました。17歳の子の誕生日。そうです。17歳。はい、あれ若いですね。40歳だよね、くじらい君。そうです。でお嬢さん17歳。はい、早いですね。あらなるほど。計算が計算が計算ですか。学ん大学で学んでる頃に学んだだけじゃなくて、学び終わる頃にそこツッコミどこですかね。大学学び終わる頃、はい、学び終わる頃に結婚しまして、で社会人1年目の9月に上の子が生まれた。あ、人生素早いですね。さすが前倒しで生きてる。早い判断、ね、いいですね。素晴らしいライフプランニングがご自身のライフプランニングということで、はい、下の子が中学2年生です。2人とも女の子で可愛らしい姫が、はい、いいですね。じゃあ今日は早く帰んなきゃいけないと。そうですね、はい、はい、ですね、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて実はですね、今日特別ゲストをお呼びしてまして、オブザーバーとしてですね、大日本パッケージ株式会社の諸石さん、前回に続いての特別にちょっとお願いして来ていただいてます。ご苦労様です。はい、お願いします。本来出るはずじゃなかったんですけども、ちょっとメンバーが足りないということで急遽前回に引き続いてですね参加することになりました。ありがとうございます。大日本パッケージ諸石です。はい、今日はあの聞き手とあとツッコミ役ということで、徹してそこに徹して徹してですね、あの参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。以上ですね、この今日はこのメンバー4人で進行していこうと思っております。はい、発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。まず本題に入ります。
仕事の難しさ面白さについてということなんですが、まずは仕事の面白さから入っていくこともありますか。はい、じゃあ、まあ、私から先にいいですか。はい、はい、お願いいたします。はい、私はですね、まあ、個人事業主という収入形態がですね、立場がそうなので、自分の時間とお金をコントロールするっていうことができるのが面白いところ。つまり自分が働きたいだけ働いて、休みたいだけ休む、その時間を管理しながら自分が欲しいだけの収入を自分で決めていいっていう。おお、すごいですね。面白いですね。言えば聞こえはいいんです。大変なんです、大変なんです。いやいや、もう経営者っていうことですよね。まあ、そう、ただまあ従業員がね、自分で雇用してるってわけではないので、その辺はまだね、あのすごい半端もんではありますけれども、ただそれは面白いなと思ってやってますし、あとはどうしてもこう成長し続けないといけないっていう、人間力を高め続けるっていうことにおいては、まあスモールさんゼミなんかでも学ばせてもらってますけれども、非常に大切かなと。でなんでかっていうと、まあ現場で思うのは、生命保険商品を我々は扱うんですが、保険がどんなに良くてもですね、人間も見られるなっていうのをすごく感じる。なんでかというと、理屈じゃない、人間がこれいいなと思って契約いただいて、長いお付き合いをこれからいただくっていうのは、理屈だけじゃなくて、まあ、感情で結構人間ってものを買うんだろうな。この人から、まあ、買いたいというか、この人の保険だったら入りたいっていう。そうですね、諸石さんや石井さんと違って物がないんですよ。物が見えないので。でもあれですよね、自分が商品ですよね、そういう意味では。そうですね、ということはやっぱり磨き続けるということなんですし、そういう意味だとこういう場はすごくありがたいなと思って。まあ、その向上心、まあ、野心家が多いんですかね。そうですね、野心家多いですね。はい、楽しさもありますけど努力も。そうですね、大変ですね。はい、ね、はい、いろいろと努力が、はい、その辺の努力はこれから石井さんにね、教えてもらっていこうかな。いやいやいや、この時間ですね、と思っておりますが、続いて石井さん、面白さについてですね。仕事ですか。仕事の面白さですね。はい、まあ、私が思うにですね、はい、まあ、仕事ってのは昔から飽きないって言いますよね。まあ、飽きないって言うんだから、まあ、飽きないってことは面白いことじゃないかなと自分では思うわけですけど、まあ昔の人はよく言ったもんで、まあ本当に、まあ仕事というものが、まあ自分のもし、生活のリズムなんかもですね、仕事を通じて管理されて健康管理ができるとか、まあいろんな人に巡り合って勉強になったり、自分でもいろんな問題点にぶっついて勉強せざるを得なくなりまして、勉強したり、またいろんな局面で精神力が鍛えられたり、またうまくいったら社会にも認められるようになったり、いろんな躍動的で、まあ、その辺が仕事の魅力っていうか、だから昔から仕事は飽きないっていうんじゃないですかね。まあ、私はその辺が仕事の魅力だと感じておりますけど、いかがでしょうか。いやいやいや、仕事でもって学びや成長があったってことですね。そうですね、なかなか自分自身ただ普通にぼーっとしてますと何もしませんからね。そうですね、仕事ってのはやっぱりなんかやっぱり魅力的ですね。はい、自分なんか仕方なくっていう感じでよくだろうね。いや、そうですよ。いや、分かったら同じです。仕方なしがやっぱり重要ですよね。ね、何もなかったら仕方なくやらないですよね。小さめと説得力ありますよね。ね、はい、いや、深いですね。深いですね。はい、いやいや、毎年だけ食っちゃいました。いやいや、若々しいですよ。いやいや、とんでもない。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ね、続いて、くじらい君。はい。はい。どうですか、面白さ、仕事。そうですね、はい、先ほど秋葉さんがおっしゃったことにプラスして、はい、その私はその、まあ、この仕事を始めていろいろな人にこう出会えるっていうのがこの仕事やっていく中で一番楽しいところだなっていうふうに感じてますね。うん、まあ、この仕事をやる前は別の仕事をやっていて、まあ、転職してプルデンシャル生命に入社してるんですけど、はい、ですけど、その前の職場だったらこう会えないような方に今すごくたくさん会えていて、うん、前の職場だったらまずその経営者の方とかとはあまり僕関係ないような仕事だったので。ちなみに何やられてるんですか。コンピューター関係の
その会社にいまして、こう私の場合は損害保険会社に対してこうシステムを提案するような仕事をしたんですね。はい、それで入ろうと思ったんですか。そうですね、はい、なのでその時に会えなかったような方たちに今すごくたくさん会えているので、そういったところはこの仕事をやっていく中で一番面白いところかな、うん、なるほど、素晴らしいですね。鍛えられるね、仕事に鍛えられてるね、じゃあね。そうですね、まあ、石井さんほどじゃないけどね。いやいや、あとはこれからこれから冷やさないでください。やっぱり野心家が多い野心家多い野心家多いと思います。自分で選択してそういう道に入ってる周りの方見ると、まあ、自分もっともっと野心あふれるくらいにやっていかないといけないなっていうのは感じますね。クジラ君いいやつなんですよ。あ、そう、本当にまっすぐで。どうなんですか。だから結構可愛がるで後輩にも。先輩はどんな風な感じですか。いや、すごくこう面倒見いいですやっぱり。そのプルデンシャル生命って、まあ、極端に言っちゃえば、例えば秋葉さんが僕の面倒を見ても見なくても秋葉さんは変わらないんですよ。成績的には。でも、こうアドバイスとかをしてくれるんですよね。はい。こう見返りを求めずに後輩のためにいろんなアドバイスをするっていう、まあ、こう秋葉さんみたいな先輩がたくさんいますね。かっこいいですね。いや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 、かっこいいですよ。一応ラジオだから見えませんけど、顔もかっこいいですからね。そうですよね、ハンサム、2人ともハンサムですしね、素晴らしいや、本当に野心家だっつって、でも一番思ってたのは石井さんだって話が打ち合わせではあったような、なんかあったような、いろいろ、まあまあそれはね、いやいやいや、あとの話いろいろと話していただくことは、あとの席で、はい、なるほど、ありがとうございました。はい、ということでやっぱり仕事を通じて、の面白さということについて話してもらいましたが、続けてですね、仕事の難しさ、それと、まあ、そうは言ってもね、面白いけど難しいよってところあると思うんですね、はい、難しさとそこから、まあ、学んだことなんかをまた話してもらえればなと思うんですが、はい、またクジライ君から、はい、今度は逆に、はい、はい、お願いします、はいはい、とこの生命保険の営業っていう仕事は常にお客様からご契約をお預かりし続けないとこの仕事をずっと長く続けていけないっていう仕事なので、先ほど秋葉さんもおっしゃってたんですけど、こう人間として成長していってお客さんからこの担当者だったら自分の保険を任せられるなっていうふうに思っていただかなければいけないので、そういった部分で自分を成長させていくっていうのが難しい部分ではあるなっていうふうに感じますね。ですから常に今のままでいいっていうのはなくて、どん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 自分も成長していかないといけないなっていうのは感じてます、うん、なんかその、はい、普段から自分を成長させるためになんかやってることって普段からですか。そう、まさにこのスモールさんもそうです。あ、はい、いいですね。スモールさんに入っていろいろな年齢でいろいろな業種の経営者の方とこう触れ合ったり、うん、お酒の席一緒にしたり、そういったことですごく刺激も受けますし、勉強もさせていただきますし、そういったことでこう自分を成長させていこうっていう気持ちもあってこのスモールさんにも入ってますね、うん、はい、結構スモールさんにはプレゼンシャルさん多いんですかね。え、このゼミ埼玉とゼミ高崎に集中してますが。あ、そうですか。全国的にはここに集中してるということなんですか。そうですね、これ広めないといけないですね、我々も。なんか大先輩はもうこのゼミ埼玉にいらっしゃる。あ、大、そうですね、はい、はい、ということで、そうですね、はい、はい、そういったところが難しいところかなと、うん、なるほどね、面白くもあり難しくもありっていうところですかね、はい、なのでこういう学びとか大切だってことね。大切だと思いますね。あれ、スモールさん以外でもそういう学びなり、はい、その成長の場って何か求めてるところってあるんですか。あ、あります。と、あの、私埼玉県の熊谷市に住んでるんですけども、そこであの熊谷青年会議所っていう団体に所属してまして、うん、はい、そこでこう、まあ、いろんな活動をしてるんですが、その青年会議所っていうのが20歳から40歳までのその地域に住んでてあり仕事してる若手経営者ですとか、それに準ずるような方たちの集まりなんですね、うん、ですからそういったところでこう自分の会社やってる方とか、まだお父様が会社やってるんですけど、ゆくゆくは自分がついていくっていうメンバーと一緒にこう街づくり活動ですよね、明るい豊かな街にしていこうっていう、そういう活動をやってきながら自己成長も図っていくと、いうことを一生懸命素晴らしいやってます。今年40歳なんで、僕も今年の12月で終わっちゃうんですけど。なるほど。ああ、青年にはなくなっちゃうってこと。青年じゃなくなっちゃう。そうですね。はい、そういった活動も頑張ってます。はい、はい、ありがとうございました。はい、また石井さん、はい、お仕事の難しさ。
から仕事の難しさですか、はい、いやぜひぜひ、これもまた受験方法ですね、なかなか難しい質問ですね、はい、まあ自分が主にまあ仕事の難しさっていうことは、まあ、仕事を通じましてやっぱり社会的にいろんな責任が生じてくると、はい、いうことになりますと、やはり一つ経営判断、いろいろな判断を誤ると、まあ、相手に大きな損害を与えてしまったり、はい、社会的にいろいろご迷惑をかけてしまったり、その辺が一番自分としては怖いところだし、しっかりしないといけないなっていうところが難しさだというふうに感じているところですけど、まあ、特に最近は変化が非常に、早すぎてその判断も難しい時代になってきてますし、まあ要するに一つの仕事を 生涯貫くことが難しい時代になっております。まあ、そういった中で本当に、やはり、仕事の難しさを痛感しながらなんとか頑張ってですね、はい、生き残っていきたいなというようなところですかね、はい、やっぱり社会的責任ですね、はい、石井さんに、ね、この間伺ってその30年今社長経営者社長ってされてくる中で中国に進出してちょっと約20年前くらいですか、中国ですか、いやー大変な話が出ちゃう話があるんですけども私も本当に何と言ってるか困っちゃうんですけどね、はい、私も、まあ、まさしくこのテーマ、はい、題材の仕事の難しさ、はい、これを実感したわけですよ中国で、はい、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけどよろしいですかね、はい、まあ、そもそも中国よろしいんですか、もちろん皆さん聞きたいと思いますので、まあ、そもそも中国に進出したっていうきっかけが、はい、我々のこのアルミの材料っていうのは輸出主体だったもんですから、はい、まあ、平成元年あたりから円高が加速してきましたね、1ドル100円を突破したと、はいはい、で平成5年には瞬間的に79円25銭をつけたということがございました、はい、まあ、そんなことでどん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 やっぱり現地生産に仕事が流れていったためにどうしても我々もお客さんについていかざるを得なくなりまして、まあ21年前にですね平成6年8月に中国進出を決定したわけです、はい、すごいですね、まあ結構早いですよね、まあ、早かったんですよその頃、まだまだ中国っちったって野原でね真っ暗で電気もないようなところでしたからね、はい、まあ、その中で、まあ、その考えは当たりましてね、まあ、注文はたくさんもらえて、まあ、急拡大したわけなんです。それで、まあ、まあ我々も19年間中国で生産活動をしましてね、で工場も3工場で650人という規模まで膨れ上がっちゃいました。すごいですね。まあ、ねえ、なかなか頑張ったんですけど、はい、社員なんですか皆さん650人って。そうです、うん、もう中国、まあ、社員といっても給料もねやっぱり日本の10分の1の金額でしたからね、当初は非常に、まあ、割安ということで仕事もどん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 来ましたんだよね、どん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 膨れ上がっちゃったんですけど、まさしくその、まあ、失敗談になっちゃうんですけどね、お恥ずかしいですけど、まあ本当最初出た時はもう私も日本で社長30年やってますけどね、はい、日本の社長とは違うんですよね。もう中国で社長やらせてもらったら神様みたいに扱ってくれて、ともかくもう絶対服従、何一つ嫌な顔しない、でこういった品物を作ってくれって言うとその次の日にはもう品物が出てくる、で収められる、まあ、まさしく中国のバイタリティっていうか、またその辺の手先の器用さっていうか、優秀なんですね。優秀なんですよ。なんかイメージ違いますね。違いますね。言ってもやらないみたいなイメージがある。いやいや、すごいんですよ。徹夜でもね、もう一人寝ないでも作って社長できましたと。で、それをお客様に持っていくと、いやすごいねと。これならお前のところ信用できるからっていうんで、注文はどん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 増えてきちゃったわけなんですよ。
まあ、それでいろいろあちこちから本当に注文が増えてまいりまして、まあ、おかげさんで会社の方も多少なりとも儲かるようになってきたんですね。で、私もやっぱり性格がオープン派の方ですから、はい、儲かったら3分の1は内部留保、はい、で3分の1は株主還元、はい、で3分の1は社員に還元するというような方式を取ってましたんで、はいはいはい、ある程度ガラス張りにやっちゃったんですね。そうしたら最初のうちはもうそうやって良かったんですけど、まあ徐々に儲かり出してからはやはり中国特有のどこどこって言っちゃいけないのかも分かりませんね、また中国の人が聞いたら嫌な気持ちになって怒られちゃうんで、そういうことは私も何とも電波の中でこういうことを言っちゃいけないのかも分かりません、まあ、私は基本的には中国好きなんでね、もし中国の方が聞かれて嫌な思いしたらごめんなさいなんですけど、まあ、自分が感じたことはともかくそのやはり貪欲なんですね、ハングリー精神が強いんです、はい、ですから一つ物を買うでも何でも器用に、みんなピンハネ、される、やっぱり利益をどん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 逃れていく、それとやはりいい仕事があると、はい、自分らで裏で工場をどん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 作っていい仕事は抜いてっちゃう、独立するってことですか。そういうことですね、やっぱりそういうようなことで徐々に徐々にそういう形になってきましたね。中国のその社員が、中国人の社員がそういうふうに、やっぱり中国人ローカル、そうですよ、中国の社員の方ですね、ローカルスタッフの方がやっぱり優秀ですから、だからまあすごいんですよ、だから私逆に中国が好きなんですけど、まあ、そのぐらいにバイタリティで自分らでどんどん、工場を作って同じような製品を作っていくわけですよ。そうするとやはり、給料も10分の1ですけど、製品もやっぱりかなり安く当然できるわけですね。ローカルコストは安いですから、まあ、そういうことによってどん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 わーって言ったのが、仕事が食われてきて、だん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 やっぱり勢力が弱ってきちゃったということなんですね。だからやはりこの辺も管理体制が甘かった、もう少しね、きっちり管理ができてりゃよかったんでしょうけども、はい、まあ、最終的に撤退されたってことですね。そうなんです。それでまあ、なんだかんだ平成25年ですからね、2年前ですよね、はい、最近ですよね。最近でも大変な思いをして7月11日ついに撤退を余儀なくされてしまったわけです、まあ、最後の撤退する3年間ってのはもう地獄の苦しみっていうかね、いやー苦労しました。本当にヤクザに追っかけられたりもしてね。そうなんですか、ね、中国なんですか。そう、中国のヤクザさんですけどね。いや私中国好きですからね、はい、別に構わないんですけど、はい、別に我々外国人、外国のパスポートを持ってる人には危害は加えないんですけど、はい、まあ、いろんな撤退するに対して嫌がらせっていうんですかね、はい、もう工場から出してもらえなくなっちゃうんですよ。撤退させないってことですか。撤退させない、嫌がらせ、もう工場から出してもらえなくなって、どういうことをするかっていうと、自動車の前後ろに20年ぐらいが寝ちゃってね、車が動けなくなって寝ちゃうんですよ、道端に。はあ、そうすると動けないでしょ。そうですね。それでだから警察を呼んでどかしてもらうのに、警察だってすぐ来ませんからね。そうなんですか。だからやっぱり結構時間かかるんですよ。まあそんなこともありましたしね、まあいろいろありましたけど、ただ言えることはやはり、ね、人任せでね、管理が行き届かなかったんで、まあそれ以上にやはり中国の方のバイタリティっていうんですかね、中国の会社は
誰かに任せてたんですか。中国の会社は自分で月に1回出張ベースで必ず1週間は19年間通い続けたんです。そうですか。誰か中国のこういうもちろん日本人を誰か派遣したのか、はい、日本の幹部ももちろん数名入れて管理しておったんですけど、はい、やはり中国のローカル幹部の巧みさで、まあ極端な話マンションをね買って、我々の日本人スタッフに与えて買収されちゃうわけですよ。船抜きにされてっちゃうわけですよ。まあそんなことでまあだんだん私のコントロールも効かなくなって、なかなかこれは先々難しいなとは思ってたんですけどね。まあそんなことを思ってる間にまあついにダメになっちゃったということで、大変まあ恥ずかしいことなんですけど。これから中国進出しようなんて人もいますからね。いや、すごく貴重な話ですよね。いやいや、私の場合がレアケースで、私がいい加減でね甘かったためにそうなったんで、やはりきちっとしたやっぱり管理をされれば決して問題はないと思いますけど、ただやっぱり海外はね遠いですから、目が行き届かない分だけやっぱりよくよく注意された方のがいいなとは思いますですね。ちなみに今はどうなってるんですか、会社というか。今ですか。は今はまあ中国がダメになっちゃったもんですから、まあ、日本だけで、まあ、だいぶ縮小して、まあ、58名、ばかりの社員と一緒にですね、白川工場で、まあ、材料作りを、まあ、頑張ってるんですけど。仕事の方はまあ、なんとかかんとか食べられるぐらいのことはやってますんで、ですけど、まあ、皆さんも何かあったら一つ協力よろしくお願いしたいと思うんですけどね。石井さんってその中国でこういろいろ痛い思いしてても決して悪く言わないじゃないですか。そうですね。いや、基本的に器が大きいなとか俺思うんですよね。いや、そんなことないんですけど、まあそれはだって悪く言ったって何したってやっぱり中国のハングリー精神というか、その努力、その底力っていうのはやっぱり見せつけられましたし、まあそれ以上にやっぱり自分の能力のなさ、管理能力のなさ、甘さ、これにただ反省するだけですね。その中国で、はい、そのちょっと損失とか被ったじゃないですか、今回ちょっとうまくいかなかったとか、その時の人脈とかっていうのも続いてたりするんですか。まあ、おかげさんでね、会社はまあそういうことで、バイタリティ豊富なローカルスタッフにうまくやられちゃいましたけど、ただ私の社長業として中国19年ですか、行ったやっぱり人脈というのはまだ残っておりましてね、まあ、そういう面では石井さん大丈夫かいなんて逆に中国の方から心配してもらったり、いろいろ協力してもらって、今でも一部白川工場で製造した材料を中国に販売させてもらったり、必要しちゃって、いろいろはやらせてもらってんで、まあ、そういう面でもやっぱり中国の人の懐も広いし、心は温かい、本当に素晴らしいと思いますよ。まあ、ああいうなんていうんですかね、まあ、テレビで報道してる韓国とか中国とか反日とかねやってますけど、あれは政治の世界で、やっぱり民間社会はみんなね、やっぱり人間対人間ですね、はい、そう思いますね。なるほど。もうすごい参考になる。これ全国のスモールさんファンが、いや、もし何かあったら特別にもっと詳しく聞いてあげるんですね。とてもこの30分でお伝えしきれない内容の濃い話。いや、まあみっともね話なんで、いやまあただ私がまあ失敗しましたけどね、ただ言えることはその、まあ、経営者とはですね、やっぱり人を使うのが仕事なんですね、まあ、人を使うのが経営者である以上ですね、まあ、人をうまく使えば会社は発展できるし、はい、うまく使えなければ
会社は発展できないんだと、はいはい、私はまあ中国のいろんな問題を通じましてね、はい、痛感した次第でございます、はい、まあ企業は漢字でもね人を止める業と書きますし、あの戦国時代の武将武田信玄もね、はい、人は城人は石垣人は堀と名言を残していますように、やはり会社経営、まあ全てでしょうけど人間社会ですから人が全てだと思いますね。だけどじゃあどうやったらその良い人材をまとめたり、はいはい、まあ、活用してうまくできるかということになると、まあ私もよく分かんないんで、まあ私ながらの結論は、はい、もっともっとスモールさんのゼミで勉強しなければいけねえのかな。ありがとうございます。まとめていただきまして、まあ、まあ、そんなようなことを感じるところでございます。すごい経験されてますからね。いや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 、もっとスモールさんで勉強しないとダメです。でも一員さんからだとね、スモールさんで教える立場にもね。いやいや、冗談じゃないです。この経験ではね、ね、そうですよ。全国の人に、まあ、そうですよね。まあまあまあね、とんでもないですよ。恥ずかしくて、はい、はい、ありがとうございました。キッチンやバスルームだけでなく、リビングやベッドルームにもアート作品のようにタイルが住空間を彩ります。札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、広島、福岡と全国8カ所にショールームがあります。見て、来て、触って選んでください。タイルをアートに、名古屋モザイク。最後に、まあ、次世代に伝えたいこと、ちょっと、まあ、まとめになりますが、石井さんの方から何かあれば最後一言だけ。次世代に伝えることなんて、はい、まあ、我々はどうしても、まあ、私と諸石さん42歳、はい、あ、同じですね。クジライク40歳、はい、まあ、これから自分たち頑張れよみたいなところなんで、我々に対してのメッセージでも構わないです。あ、そうですか。ただじゃあ年を食ってるっていうだけでちょっと失礼させていただきますけど、まあ次世代に伝えたいこと、はい、そうですね、まあ、今の世の中は本当に変化が早くて複雑で大変、まあ、疲れる社会だと思いますね、はい、だからまず体力を作ってもらいたいということですね。私も今スポーツジムでクロールやってますようにね、本当、まあ、体力がやっぱりなければ絶対ダメだと思いますね。次に、まあ、いろんなことが起こるわけですけど、何でも食らいついていくためのやっぱり気力、精神力ですね、はいはい、これもないと絶対ダメでしょうね。まあ我々のねいい時は本当に仕事は湧いてきたんですけど、今は仕事が砂漠化して何にもないですからね、うん、まあその中で暮らしていかなくちゃいけないんですから、いやー体力だけでもダメですね。精神力もないと。山口教授の中でもなんか新規についてはこういろんな投資しろみたいな話になってるじゃないですか、ね、あ、なんかそんなこともねやっていかなきゃいけないのかなと思って、ね、本当難しいですね。そういう意味ではプロデューサーさんすごいですよね。皆さんバイタリティがあって。そうですね、バイタリティだけでもダメなんですよね。でもねそうだ、そうですね、気力、気力、それからやっぱりもうこれから社会がどんどん変化していくんで、未来を先取りするやっぱり想像力でしょうね、一番大事なのは。まあ想像力をやっぱり磨いてもらう、まあ想像力を磨くってことはやっぱりなるだけ外に出ていろんな人に会って社会を見て、やっぱり自分でね肌で感じるのが一番大事だと思うんですけど、スモールさんですよ、やはり。まあですから、まあ、私が思うには、やっぱり、気力、体力、気力、想像力の三拍子をもっと鍛えてもらった、はい、バランスの取れた人間になっていただきたいなと、それで頑張っていただきたいというのが、はい、次世代に伝えたいということでございましょうかね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。まとめありがとうございました。ありがとうございます。はい、以上でですね、第4回ですが、はい、ゼミ埼玉の収録を終わらせていただこうと思いました。
思います、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。